肉汁のアマゾン川、脂たっぷりかぶりつきたい。フィッシュカロリー大盛り。今だけ兄弟クッキーに一番うまい。めちゃくちゃうまい。もう味が染み込んでても柔らかいんで、すごい食べやすくてご飯に合います。安くて量が多い。メニューのバリエーションがもうすごい豊富。定食からラーメンまで何でもあるみたいな。ここに来たらとりあえずその時その時の好きなものを食べれるみたいな感じですね。よっ、いい湯気出てるよ。ここってどういったお店なんですか？ここはね、もともとはコーヒーショップですね。でね、だんだんこのコーヒーショップで流行らなくなってきましたよ。でそのうちに定食したりなんか今みたいなメニューになって、学生の方が多いなってしまう。お客さんの7割は兄弟生じゃないですかね。ワンダフルカツ飯。ご飯大でお願いします、はい、ご飯大でお願いします。ちょっと曇り、はい、あ、それ2つ、はい。盛りすぎ盛りすぎ。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。それサイズは特盛りです。学生さんができるだけ食べられるように、ご飯のサイズ2人まで無料です。大サービス。いっぱい食べたい時にここに来てめっちゃ食べて帰ります。今安いかな、8億円どんどん高くなっていけるから。学食最近値上がりしてるんですよ。普通にこっちの方が安い、安いです、ね、量的に見たら。今回は一体どんなカツ飯なんだい。いやー、ドキュメントカツ飯いただきます。ナレーションを担当するのは私、中山筋肉です。パワー。営業時間って何時から？朝の8時から晩の11時まで。そんな長いこと営業してるんですね。長いんですよね。お米って1日どれぐらいの量使うんですか？まあ今4月でちょっと忙しいんで30キロです。あれっすよ、臨調ガリを入れてます。ええお米と違って安いお米の品質を上げるのにはにがりはいいんですよ。食感もようなりますね。もちもち感がアップするという感じですね。エクセレント。おはよう。 お客様です。お客様です。どうもご苦労さんです。ここはもう長いんですか？何年ぐらい経ってる？私はね、10代の時からやから50年前から寄せてもうてるね。お仕事は何をされてるんですか？タクシードライバー。カタルスがいい。カタルスがいい。昔太ってはったんですよ。 CD も出したはったし。タクシー運転手じゃない？タクシー運転手ですよ。ほんでタクシーの傍らタクシーでその自分の CD かけて乗った客に売るとかいうのをしたと。お客さんこれどうですかとか言って。今は歌ってないですか？もう今は歌ってない。ただ遊びで飲みに行ったら歌うぐらいで。いつものやつで、はい、しっかりめで、はい、朝地元ですね。
もうそれ長い人ばっかりやね。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。それ朝ごはんですか？朝ごはんです。カレーとハンバーグとベーコンエッグと唐揚げと味噌汁、日によって頑張ろうっていう時とかしっかりめにいただいてます。今日は忙しいね。今日は忙しかったよな。そうね。なあ、僕とかあのお米とか足らんかったらもらいに来はるんです。そう、同業なんでマスターとで、うちのお店のご飯足らなくなったらここでお世話になると、うん、こっちの方はご飯たくさん炊いてはる。そうです。気にせず食べられるじゃないですか、骨とか。めっちゃ面倒くさくない？サバはね、煮汁がもう20年使ってますね。継ぎ足し継ぎ足しで。豚角にもそういう感じですね。そのまんまのやつがずっと来てますね。ハンバーグはやっぱり人気メニューというか一番売れるんじゃないですか。ハンバーグと唐揚げが、その半から定食いうやつがもうやっぱり一番ですね。だし巻きと唐揚げが一緒になったやつが二番ですね。唐揚げが一番メインですかね、やっぱり。まあ2日がかりですね。1回目塩麹とかそんなんでつけて、ほんでから1回目つけたやつの上から2日目リンゴとかニンニクとか生姜に漬け込むんですよ。これぞ究極の一品、すごい。あのテレビで見たんですよ。テレビで見たやつをあのちょっとこれやってみようか言うてやったら、あ、えらいうまいな言うのでやり直したんです。あ、また帰ってきよった。お帰りなさい。ハロー、ハロー、ハロデン、ハロデン。あのコーヒーもらうわ。ホットで。ハロデン忘れた。あ、そのままスーッと帰らはったんですか。そのまま帰ったん。俺用事があった。ホットだ。昼カツ飯。だし巻きはなんかめっちゃうまい。めっちゃむずいなってだし巻き作るの、自分で。そう、僕はあの1回生で初めてここに来たんですけど、うん、めちゃくちゃ美味しいですよ。1回生 で僕は2回生なんですけど、でそうですね、連れてきたみたいな、ここ美味しいから連れてきたみたいな感じです。クラブかなんかで、ね、先輩で高校の後輩なんで僕の、まあ、その時から仲いいん で一緒に兄弟来てくれたみたいな、仲いいです。よっ、イケメン。どうぞ。ありがとうございます。はい。特盛りです。卵さん。幸せ。なんかその持ってきたけど、二人は。サクロス部でやってて師匠です。そうです。私ラクロス部の大学の女子部の中で一番大きいです。30年ぐらいですかね。強い。まあまあ強いんですかね。一部関西で3部あるんですけど、一番上のとこでいるんで、一応朝の練習終わりみたいな。そうです。朝7時45分から練習してて、だいたい1日今日はでも10時10時ぐらいまでです。やっぱ大会系やからどれぐらい食べられるんですかね。あんまりなんか決まってないんですけど、でも自分とかだったら1日ご飯3合とか一番ぐらいに食べる方なんで。3合はそんなチャレンジしたことないんで。チャレンジとかじゃなくて勝手になくなんでも気づいた。温めたやつが夜なくなんでも3合。若い若い。羨ましい。ちなみにお兄さん、ごめんなさい、はい、どれぐらい食べます？どちらかというには勝てないです。あなたにとってカツ飯ってなんだい？
お腹減ったといえばもうケニアに来るしかないみたいな感じですね。第二の実家もう終わったらここ来てご飯食べるぐらい。これぞカツ飯パワー。何回生？4回生。え、もう就職とか決まってるの？いや、僕らは院行くんで。何学部？理学部です。どんな研究やってるの？僕は宇宙寄りのことをやってて、僕はなんか量子とかそっちですね。レーザー、レーザーかな。こちらのお店はずっと通ってるのかな。まあなんか休めで西京よりも食べれるし、550円やっけこれ。まあありがたいですね。なんか学生としては。忙しそう。これは有酸素運動状態。出してくれこれ。あのカツ丼と目玉大がそこの2人のとこ。6番。うん。目玉と。目玉。はい。どうですか。美味しいです。ちゃんとしたご飯が久しぶり。え、ちゃんとしたご飯が久しぶり。どういうことですか。料理は好きなんですけど、自分で作るってなったらあのお味噌汁とかちゃんと作らないから、こんなにいっぱい食べれてよかったなって。ボーク。留学生。どこの？ブラジル、インディア。何を学びに行かれる？物理学。よく来るんですか？毎日。毎日？Family, it's kind of like family dinner, lunch. Food is good. Yeah, the food is good. Food is good. I like Japanese food. How did you get here? We walk here almost every day, so some friends recommended. Yeah, 友達の勧めかも。いらっしゃいませ。皆さん、アメフト部です。で、出ました。爆食いチャンピオン。いただきます。ナイス爆食い。まさに全力。ごちそうさまです。一日どれぐらい食べるの？これ6つか4つぐらい。米換算でいくと、ありがとうございます。6から8合ぐらい。8合切れてる切れてる。今年は京大アメフト成績どうなんですか？まあ、日本一目指して、まあ、今から再来週試合あるんで、同志社大学とやる。そこがレガーボール。お待たせしました。毎年やってて、ライバル、ライバルで勝てる？勝てます。ボブっすね。いや、勝つ絶対勝つ。素敵や。そこは勝つよ。こういうポスターってここのお店って全然貼って OK なんですね。そうですね、はい、お願いして貼ってもらってます。まあ勝手に貼って帰られますよ。せやし勝手に貼って帰る。勝手にもう好きなとこ空いてるとこ貼ってって言うて。あなたにとってカツ飯ってなんだい？そうですね、増量の味方。体重増やすときによく使わせてもらってます。まあ、元気が出ないときに食べたら元気になるかなって思う。まあ、もうちょっと量あってもいいかなと思うんですけど。まだ食える。はい、まだ食べれる。
ここの先輩やら、あの米の団子 500g のやつカバンから出して食べてもいいですかとか言って。恐れ入りました。マスターと学生さんの関係ってどんなんですか。結構喋りかけてはりますよね。慕われてる感はありますね。卒業式の前の日ぐらいに表で一緒に写真撮ったりはよくしますよ。ああ、やっぱり。はい。恋愛相談とかしないんですか。そんなんしません。そんなんしませんけどね。落第しかかって悩んでる子に何かコーヒーをサービスしてあげたりとか、サービスしとくわ、勉強してくださいって。ああ、優しい。いやいや、優しいこともないですけど。よっ、男前。どうぞ。あ、いいですか。はい、ありがとうございます。夜活飯、やー。今に行きたいです。食べないわ。あ、どこにいる、どこにいる。はい。オッケー。合気道です。合気道部。合気道部の皆さんはここよく来られる。常連ですね。顔なじみというか、ちょっと覚えられてるところがあるんで、あんまり気を使わずにご飯が食べれる。戦国ぐらい前です。どういったグループなんですか。高校の同級生です。高校の同級生。え、大学は？京都大学です。高校全員同じクラスで、大学同じ大学に来たみたいな感じで。どこの高校ですか。周遊館高校。大体東西京大合わせて40人ぐらいだと思います。ゴージャス。よくこうやってご飯食べに行ったりするんですか。そのなんか浪人で入ってきた2人の入学祝いみたいな感じ。おかえりました。私が部活後とかに結構来るんで、みんなにここで食べようって提案しました。何の部活ですか。あ、女子ラクロス部です。あの首相が来てくれてました。ベストフレンドアニバーサリー。新入生がいるしで、新入生ご飯おごったろうっていうソフトテニス部の集まり。やっぱそうですよね。先輩おごらおごってくれる。入ってほしいんでね。入ってほしいんで。あ、まだ正式入部。そうなんですよ。そうそうそう、まだみんないろいろ回ってる時期で、どの団体も入れるので必死なんで、ご飯でちょっと入ってくださいっていう。美味しいです。お疲れ様でした。大サービス。いや、いいよ、そんな。最後の学生生活の大学に起業したら何に熱くなれるの。違う仕事あるやん。サークルの勧誘生バレてるやん。ラクロス部に勧誘を。しんどいっすね。しんどい。新刊しんどいっすね。ちょっと顔が怖い怖い。怖かったよ今。頑張ってるんでこっちはね。暑い方がやっぱいいって気づくと思う。途中で。あれみたいな。こんな生ぬるい自分でいいのかなみたいな。もうラクロス部に入ったら4年間絶対に暑い。じゃあちょっとよくないのよこのノリで行くの。ちょっとダメ。ダメよ。もうめっちゃ勧誘できた。先輩に言うとこだ。え、もうがっつり宣伝しておきました。エクセレント。楽しい学生生活を過ごしてもらったらええかなと思いますね。まあ僕どこの店も含めてですね。だから、まあ、その中の学生生活の片隅にちょっとうちの店でもあったら、まあありがたい話かなと思ってます。で、美味しいって言うぐらいだったらまたそれはそれで嬉しいですしね。卒業しますやん。でまた東京とかどっかに就職して、でこっち来た時に寄ってくれる子がちょくちょくいるんですよ。そういうのはなんか懐かしいしありがたいし、よく覚えててくれたな。皆さんも卒業しても来たりしようと思ってますか。行きます。本日のカツ飯ごちそうさまでした。